立花宗重は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、大友氏の一族で、重臣、道のくたなぐら藩主、筑後柳川藩の初代藩主。関ヶ原の戦いで解役後、大名として復帰した武将は他にもいるが、丘陵を回復した武将は、宗重るただ一人である。なお、宋主るは、晩年の名乗りであり、幾度も名前を変えているが、 本校では便宜的に、総シゲルで統一する。A60 年8月18日、文後、国崎軍家系に、大友氏の重臣、吉弘賃理の長男として生まれたとされる。幼名は、千有丸で、後にいよいよ、七郎と改める。A62 年、当賃理が前年に、高橋明氏が討伐されて耐えた高橋氏の名跡を、継いだため、高橋氏の後取りとして育てられ、 原服後は、高橋光虎と,と名乗る。天正九年、男児のなかった大友氏の重臣、と時間連が、唐虎を養子氏として迎えたいと希望してきた。正軍は、宗茂の優秀な器量と、高橋氏の着難であるという理由から最初は、拒絶しようとしたが、同説が何度もてきたために拒絶できず、8月18日、宗茂を同説の養子として出している。この時、 そ茂は、実質的に、立花家の家督を継いでいた、同説の娘、千代と結婚して、婿養子となり、名元寺とうとと改め、千代に代わって、同説から家督を譲られたが、千代とは、賢悪な仲だった上に子に恵まれず、同説の死後ほど亡くして、二人は別居したという。同年7月27日、養父立花同説と、実父高橋昌雲と共に出陣し、 秋月氏と畜子氏との第二次大関ゼオン寺の戦いで唯人を飾る。太宰府南方と畜子の縛りすり北方の間に、石坂の地で正雲は、敵軍正面に弓、鉄砲、長装隊を三段に布陣し、同節の副兵が側面より奇襲する戦法を取った。この合戦で、総茂ゲルは150人を率いて、敵軍の側面を襲撃、記者で、秋月方の優勝。 堀江備前の左腕にカブラヤを命中させた。左腕の自由を奪われた堀江は、大なぎなどを捨てて、宗主ゲルに組みかかってきたが、相撲得意の宗主ゲルは彼を圧倒し、家臣の萩尾治虫が堀江を討ち取って、手柄を立てた。同年11月6日には、同節、将運と共に釜、穂波の地に出陣。立花勢は、旧網観光の救援に向かう途中で、 観光が、秋月種種や門中所秋ら系との腹つるの戦いで戦闘した後に無事撤退との情報を知り撤退したが、その最中に秋月軍の追撃を受けた。それからの過程は、上述7月の戦闘とよく似ているが、両軍の激戦は、立花304、秋月760の合わせて1000を超える死傷者を出し、当地には千人塚の名が残された。 この戦を立花方は、ウルノバラの戦い、秋月法は、ヤギさんの戦いと記した。天正10年4月16日、総茂は、秋月市、原田市、村方市の連合軍2000との岩戸の戦いに500の、副兵を率いた。立花同説の本体戦が敵軍に包囲された時、先に、総茂隊の300が鉄砲で側面から奇襲して、残る兵200は、 小モヤゾウが指揮して、偽の旗を立てて、大友氏の援軍が来ると見せかけ、ついに敵軍の方囲を解かせた。さらに宋修ゲルは、小モヤゾウ湯部井新、小野鎮、幸いら戦記を引いて、岩戸昭区変野に取り出を築いていた原田氏の将、竜沖長隊300人を駆逐し150人を、討ち取って西の沢原軍まで追撃し、原田地下秀の沢原城を焼き落城させた。 11月、立花山城で、お旗、ご名字の祝いを行い、名字を突撃から立花に改めた。12月28日の宗方良親行にも同説に、従って出陣した。天正11年3月17日の吉原口、防戦にて、吉原忠しを打ち取って、4月23日、宗方指定の居城、この宮山城と、杉連波の流徳城を、 落城や降伏させた。天正十二年八月、立花同節、高橋昌雲は、大友氏の筑後奪会戦に参陣。宗茂は、同節出陣後、千ほどの兵力と共に、立花山次郎の留守を預かることとなった。この時、秋月種種種率いる八千の兵が攻め寄せたが、まず無本の素振りを見せた桜井中塚さ、自部兄弟を粛清し、兵を三体に分けて、 加賀に城から出て、野州や、家計で、敵本陣に、同志打ちを起こさせて、これを撃破。さらに西の沢良軍の曲がりぶち助や、添えじまっぱなし牛が寄るいい城など、龍造寺氏の城塞を襲撃し、敵に、立花同説は不在だが、立花山城の兵力は、まだ十分と、印象づけた。立花、高橋軍は、龍造寺、島津勢を破って、 筑後国の大半を脱回したが、天正十三年に、同説が病死すると事態は急変し、筑後における、大友軍の将兵は一気に、沿線気分が高まってしまう。天正十四年、島津忠長、伊集院忠宗が五万を交する島津軍を率いて、筑全国に進攻し、十分の高橋将軍は、岩屋城にて、徹底抗戦の末に打ち死にした。この総も、 立花山城で徹底抗戦し、積極的に遊撃戦術を使った。さらに佐藤の刑を用いてしまず本陣への奇襲を成功させ、数百人の死給をあげた。このうちに8月18日も岩戸にて兵糧を準備する原田種子隊2000を撃退し700余の首を取った。8月20日にも秋月主長隊2000を奇襲し400余の死傷を出させた。 島津軍は、昭雲との戦いで、すでに消耗していたため、8月24日に撤退した。この時、宋茂は、友軍を待たずに、島津軍を追撃して、数百の支給をあげ、家計で、高取巨城を攻略、岩屋、宝満の二条を奪還する。その時、大友総林から豊臣秀吉へ、義をもっぱら一に、中西部二のものでありますれば、 ご家人となし賜りますようと要請された。その後も、秀吉の九州平定で活躍し、西部戦線の戦法として4月初から、肥後国の竹古城、宇都城などを攻め落とした。さらに南下して、島津忠しの出水城を攻め落として、川内に島津忠長を撃退し、秀吉に代わって移住、伊集院氏家道院氏入木院氏から人質を取り、大口城に、 新色忠元を包囲した。戦後、秀吉はその子を認めて、筑後国や長は13万2000国を与え、大友氏から独立した直進大名に取り立てた。この時秀吉は、宗茂を、その忠義も武勇も九州随一である、九州の一物と高く評価したという、天正15年9月、笹成馬裁法後の被護国で大規模な国人一揆が、 発生した時は、兵糧不足の佐々軍救援のため、弟の高橋宗松と共に、平泉二百都市長隊を率いて、出陣、すでに一方の副兵の刑を察知し、これを逆用して、先に兵を三体に分けて、副兵を配置、小野鎮公の主力隊が、比護南関を突破し南関城の将、大津山、では守るを打ち取った。そして、平山城を包囲する、一気方。 熊部支配下の宇道剣元軍を、宗松やメタヒシゲヒサラ騎馬デッの先人が引き離しつつ、第二陣に守られた市長隊が城に兵糧を搬入、町僧の第三陣が誘導軍を長野弦において撃破し、宇道島守を打ち取って、貨車県という戦術を繰り出した。そのうち、十字連邸、水野勝成、安田国次ぐ三将の連携も大きい活躍と伝わる。 立花、高橋軍は、佐々軍に兵糧を支援し平山城に入城したが、一騎方三千の兵に包囲された。その対応のため、先に市長を運輸した妊婦を使って、立花軍は明日に城を出て、柳川へ帰るとの偽情報を敵陣に流し、当日は軍を三体に分けて、湯 v シと十字おもんみよしを先方に任じて、四苦の勢いで敵を、 奇襲突破したが、宗茂ゲル率いる本隊は、三河平野立備の地で正面に、和に、左右に辺張る、大津山そして後方より、宇土軍に攻撃され、双方の旗本武将が乱戦となる。その時、宗茂ゲルは突撃や伝来の名刀、旧霧金光を持ち場上で敵兵七人を切り伏せ、横撃してきた、宇土下雄さ守と一気打ちして討ち取った。やがて、湯部、 十字時の先鋒隊が反転し、小野鎮校の交尾隊が合流して、全力で突破し、一気軍を総崩れにした。その後、街道に沿う、一気方の出郎を攻め落として、捕虜を城や、軍隊の前に置くことで、一気軍の攻撃を避けつつ、南海に近い大田黒城へ進軍したが、上昇、大地越前守るは弓隊を副兵として、橘軍を奇襲した。橘軍は、 矢の当たりにくい森の中へ500の城兵をおびき出し、十字連邸と、小野鎮公率いる300が反転して迎撃。そして湯部これノが、老頭20人を率いて堀や木柵を越えて一番のりの、甲を縦にの丸に至る。大地越前守るは50家を率いて迎撃したが、池部久志明と一気打ちして撃たれた。この時、立花軍は1日十3度もの戦いを行い、 一騎方の城を七条も落とし、六百五十余の敵兵を打ち取ったという武法を挙げている。また一騎方の和に三兄弟の田中城を包囲中に、小早川高影を義父とし、小早川周邦と義兄弟の千切りを結ぶ、周邦と共に城内に攻め込み、総茂自身は和に中津笠醤油を打ち取った。十二月二十六日、笹成政と共に一騎の首謀者、 熊部地神奈川の白村城を攻め落とし、熊部一族ら十二人を預かり、翌年5月27日、柳川城東南隅の黒門にて、熊部一族の武士名誉を保つように、立花家臣と熊部一族と同じ数の十二人の打ってと、真剣勝負、話し打ちにした。話し打ちの場面に侵犯された、観察役の浅野仲政は秀吉に報告した。秀吉は、さすがは、 立花左近であると、宋茂を称えた。同年、農業用水を確保するのために矢部川を分流して、半人公運河の花衆川の開発に着手したと、される。川は、石造りの花衆関によって、花胸川へ分流する。花衆川の名は、立花宗茂の真ん中の2文字を取ったもの。天正16年に上落し、7月に、15位下次中に除任される。 同時に、橋場の名字を名乗ることを許され、豊臣政を可視された。天正十八年、小田原征伐に従軍、岩月や江戸に参陣。二月一日、秀吉は諸大名の前で、宗茂を東の本田忠勝、西の立花宗主東西無双と表し、その武将としての器量を高く褒めたたえた。朝鮮出兵頃より、宗主は、唐虎という名乗りから、 チントラ、ついで、胸トラへ名乗りを改めている。文禄元年からの文禄の役では、小早川高景を首相とする六番隊に2500人の軍役を課せられて参陣している。4月、諸将と共に、東ず雷城を攻め落とした。6月26日、浮田秀家の要請で、家計と釣りの伏せりせ先方を使って、半寸北方の朝鮮軍を駆逐。 半寸会議で全田道の攻略が割り当てたられた6番隊は、中西道から南下したが、7月9日、10日の第一次、金山の戦い隊、高高市命7000兵、8月9日の両端山の戦い隊南平ら県館、半立て500兵、8月18日の第二次、金山の戦い隊、長県、総省令、計海南県館、 平野当たる波1300兵など数字にわたる朝鮮軍や義兵の攻撃を受けて後方を脅かされたため進行は停滞した。また、7月に両党半島から来た民の援軍である蘇生軍が平野を攻撃したことにより主力の小早川高景が半数方面に転出したため、蘇主ゲル率いる残存兵力は全羅道の入り口の金山や主ゲル種の拠点を維持するに、 とどまったが、7月16日の第一次、平城の戦いは、小西行長の講演として、大友義宗と黒田長政と共に、民の訴訟君と支持を撃破した後に、総主ゲルも半寸方面への転出を命じられたため、全羅道攻略を果たせなかった。文禄二年、李助将の率いる民軍主力が、小西行長を攻撃して、平壌を攻略し、さらに南下を始めると、 1>, 1月10日に、小西幸長救援のため高橋宗松と釣り破せを連携して、流線の戦いに民の追撃軍を撃退した。日本軍は迎撃を企画し、兵器提案の戦いでは、そうしげると高橋宗松が先人となった。1月26日午前2時頃、先に森下人志久本十字を門見よら警兵30名が敵上を偵察。敵軍は、 未明のうちに進軍すると予測し、午前6時頃に、壁定艦南面の霊石峰北川二所に布陣した。先方500を率いた十字連休と、内田光続くは、正面に少ない軍機を立てて、兵数を少なく見せ、大樹率いる民軍2000を誘致して、越川峠南面にて正面で交戦。そしてそうしると宗マスの本体2000は、 先方の村地久志らと中陣七百の小の鎮幸い、メタヒシゲを陣害する際に、胸マスト、とじ陳林を陣頭に立て、疾風のごとく馳せて、左側面から、敵後詰め、高彦白の朝鮮軍数戦を奇襲し撃退。さらに宋茂は八百期の堅固な備えを率いて、明、朝鮮軍を猛烈追撃し、戦火を拡大した、十字連、久志、内田光族。 安田国津倉は槍を投げて、数十機を、と、落とし、命、朝鮮軍の中央を、回転突破。中陣の戸時当時下は号泣を引いて二十余りの敵兵を言い落とし援護した。しかし連休は、李女梅の毒矢を受け、帰陣して間もなく戦死。旗奉行の池部久志明も、連久志負傷後は、先方隊の指揮をしばらく任し中陣と変わるを、成功させたが、 後の追撃戦で戦死した、貨幣の立花、高橋勢は奮戦して、これを撃退し、越川峠北方右側にて休息させた。後小早川高影など、日本軍戦方隊が来ると、疲労の深い立花勢を後方に下げ、西方の小丸山に移陣した。午前11時頃、小丸山から北への丘の森影に移動し、数が多い敵軍への恐怖を沈めるため、 兵卒たちを敵を背にしてジンストと埋伏させた。茅原にて、小早川隆影の先鋒、あわやガゲカと、井上慶邸が、民、朝鮮軍を牽制する際、戦機を捉えるように、朝とは逆に、兵一人に三本の軍機を背負いし表せて、敵軍に、日本軍は大軍であると騙した。そして先に、鉄砲二百丁を三連射し、薙刀や長層を高く上げて、 白い歯と三百名ほどの将兵が被る金か,かぶとで、日光を反射させ、敵の将兵の目をくらませて、左側面から突っさね、立花、高橋軍およそ三千は、敵本陣へ突撃し、白兵乱戦になるも、総茂自身は馬に乗って、飛翔のように飛び出して、長層やなぎなたを下げ、一気、駆けるし敵兵将十五人を残殺。 直次も雷のような大声を上げ、粉塵突撃し、全軍は、敵五百機を撃ち取った。立花、高橋軍は前線しながらも、茅原から北へ、敵本陣の壁定艦に進撃。明、朝鮮軍を、同志打ちさせ、小早川高景、小早川秀勝、筑紫広角、毛利元康、吉川博家、浮北秀家らが三方より民軍を包囲した。この時、 立花軍の兼備え先方隊長、安藤恒久は、李助将と一気打ちして落馬させたが、李助倍の矢を受けて戦死。その後、名副総兵、陽元が、被軍を率いて援軍に来るも、浮北軍の戸川徹康共に、これを撃破。恵み因霊を超え、波州への小比里までの追撃戦は、立花軍が敵を六箇所破った。この際、もう一人の兼備え先方隊長、 尾野聖光や、より奇襲の小串成重、尾野九八郎と一門の戸地鎮林、そして高橋家中の今村紀兵、井上平次、保安佐兵、柳瀬荒介も戦死したが、李助将の親衛隊も、李勇将など八十四名戦死した。大きな被害を出しながらも、橘軍が民軍を食い止めたために戦機が生まれ、小早川貴景などの日本軍が民軍を撃破した。 総茂は、この激戦で牙まで血まみれとなり、二つの首を蔵の双方につけ、刀は歪んで鞘に戻せなくなったという、保安対抗期に、鬼神も適す、からざる、ご鉱石もありと、記述があるので、柳川の民からも鬼将軍の異名で呼ばれた。小早川高景は、立花家の三千は、竹の一万に匹敵すると評価し、 秀吉からも日本武双の優勝たるべしとの感情を配慮した。6月の第二次陳珠城攻防戦では、小早川隆景などの5番隊として、明、朝鮮軍の後ろ巻き部隊を牽制し、援軍を寄せ付けなかった。上記とは別に次の武勇伝が伝わっている。慶長2年からの慶長の役では、新興軍には編入されずに安骨裏の守備を命ぜられた。 新興軍の内遊会議に参集した諸将は今後の作戦展望として連署中心上を秀吉に送っており、その中で南部再婦人の当初計画では、富山の守備について日本と結ぶ重要拠点であるため、当初計画した若い立花重から豊臣政権に辛抱高い老将、毛利義成に変更したいとの要請を行い、最終的に義成は富山、そ重は、 片城の守備が割り当てられた。続く、第一次ウルサン城の戦いでは、片城・やマト城の守備についており、戦闘には二日遅くに参加したとされる。慶長三年九月、明、朝鮮軍によるウルサン、市戦、順天への三方面同時構成の際には、片城の守備についていた、総茂は、島津忠常より、市船攻撃の通報を受けて9月28日付賞状で、 変身を行っており、戦闘には参加しなかった。だが、柳川藩強法八年藩市刑図によって、家臣の小串重信などウルさんにて戦死の記載があるので、ウルさんの戦闘は実際に参加していた可能性はある。秀吉が死去すると、朝鮮に派遣されていた日本軍に撤退命令が下ったが、順天山都城で小西行きながらが、 海上封鎖を受けて退を阻まれていることを知ると、弟の高橋直次、島津義弘、宗義里氏、寺沢広高、小早川秀勝、畜子広和らと共に水軍を編成して、救援に向かい、陳引きる、明水軍や李舜信率いる朝鮮水軍と戦い、一番乗りの、甲を上げた家臣の池部正が戦死したものの、行きながらの救出を成功させ、 朝鮮軍戦六十層を捕獲した。この戦いについて、島津家臣の川上久志国は、自身の日記で海戦にも、敵の偵察を用心し、前線した、立花高橋軍に比べ自軍の死傷人代を嘆いて、いると記述した。上記の他に次のような武勇伝も伝わっている。なお、これらの武勇伝は、同時代史料に記録がなく、話の信憑性には、疑問符がつく。 しかし、立花家臣の十字を門見、湯と、メタヒシゲヒサは二人自身の覚書きで領土の、ウルサン戦闘の記述がある。慶長五年、関ヶ原の戦いでは、その直前に、徳川家康から、法外な恩賞を約束に東軍に着くように、誘われたが、宋茂は、秀吉公の恩義を忘れて、東軍側に着くのなら、命を絶った方が良いと言い拒絶した。家中でも、重 小物造事は西軍に、勝ち目なしと東軍への味方を進言したが、勝敗にかかわらずと、造事を留守に残し西軍に参加した。そして石田三成率いる西軍に属し、伊勢方面に進出する。その後、毛利元康、毛利秀勝、宗吉里氏、畜氏広角と共に、東軍の峡国工事が守る大津城を攻めた。総茂は、白型の野襲を予見し、さらに、 家臣の十字連邸が、敵将、マルモ・マンゴロウ、ミノーラ・ソナイゴ、ミ三人を捕獲した。この戦で、宗茂は高さ一軒の土塁と城からの矢玉を防ぐ、竹束を置いて、千鳥が狩りのような幅一軒半、深さ一軒余りの残豪を掘り、ここより、鉄砲射撃を行わせた。洋夫同説の発案した、早ゴみを用いた立花勢は、 竹の鉄砲隊の3倍速で銃撃し、白型は激しい銃撃に耐えられず鉄砲狭間を閉じた。その木を見た家臣の立花家や内田光つらが一番の利を果たし、三の丸から二の丸まで突破したという。また、立花勢、長良山より城中に大筒を打ち入れ、これより防戦難儀に及ぶと伝えている。しかし9月15日の関ヶ原本線には、 大地城を攻めていたために参加できず、本戦での西軍壊滅を知って、大阪城に引き返した。大阪城に退いた後、宗主は城にこもって、徹底抗戦しようと総大将の毛利輝元に、進言したが、輝元は、その進言を入れずに、徳川家康に教順したため、宗主は、治療の柳川に引き上げた。なお、柳川に引き上げる時に、 ジップ、高橋昌雲のあだである、島津義弘と同行した。関ヶ原で兵のほとんどを失っていた、島津義弘に対し、今こそ、父君のあだを討つ好期なりと生きり立つ家臣たちの、信玄を、敗軍を撃つは、武家の誉れにあらずと言って退け、むしろ、島津軍の護衛を申し入れて義弘と遊戯を結び、無事に柳川まで帰り着いた。国元でも戦が起こっており、黒田義高。 加藤清正、鍋島直茂が柳川を攻める形勢となった。この時、息子、鍋島勝茂が、西軍に加担したことを挽回しようと、懸命だった。直茂率いる鍋島勢3万2000は10月14日、二手に分かれて佐賀を進発した。これに対し立花勢は迎撃のために出陣するが、家康への強順を示すためそう茂は城に残った。 立花勢1万3000のうち、城を出て八院方面へ出陣したのは、加労のおのち院校を総対象とする約3000である。鍋島軍は、10月16日には、筑後川を溶かして立花方の海津城を落城させ、続いて10月19日朝には、先方隊3000が、立花成家勢200の鉄砲奇襲を受け24人が撃たれたが、城島城を攻略。 翌10月20日に、鍋島軍の先方軍3から5千と立花勢の、小野鎮幸員軍1300と激突した。立花勢先方の安藤のり石松正幸らは、鎮魂のよりき、松熊証言の軍令五殿のせいで、軍法を破って、独断で開戦し、次々と鍋島勢の軍人の中へ突入し、先方第三体の立花光次は、 鍋島軍の陣中部各まで進んで奮戦した。鍋島勢の先法を鍋島しま中は、本人の五反大撤退したと言われている。しかし、鍋島方は、立花勢を包み込んで、包囲殲滅する作戦を当初から立てており、立花方は一気かけで敵軍に突撃した、立花三次の戦士をはじめ、先方の安藤の利久石松正幸もたちまち反撃を受けた。 救援出陣の第二陣、立花茂と重金の若い次男、立花近親に行った重金は、横合いから果敢に攻めかけたが、これも後を絶たれて、共に戦死した。後陣の矢島重成なりと、千術気雲は戦を躊躇し接戦していないため、馬回り衆の安藤幸貞だ、第三陣の若武者十字、忠久、先方の安藤乗久、石松正幸も次々と戦死した。 総大将の小野人口は本人前の橋を堅守して、鍋島勢の包囲を受け優先奮戦したが、鍋島軍の反撃を受け、共回りが一四五人になるまで打ち取られた。小野自身も、重装と焼傷を負い、内ち死に寸前となったが、水田方面の黒田助水軍を偵察していた、立花成家が別動隊三百を率いて完全と、奇襲をかけ鍋島勢を混乱させた隙に無事、撤退した。 10月21日立家勢は十字に由良が率いて、北の鎌地上の鍋島軍からの挑発に対し、応戦して数人を撃ち取った。立花勢は、柳川城へ牢城する構えを示したため、鍋島勢はそのまま柳川城を攻め落とそうとしたが、鍋島直茂がこれを抑え、黒田助水、加藤清正が、総茂を説得に動き、25日、総茂は降伏解除をした。 島津義博は国元へ帰ると、宗茂から受けた恩義に報いるために、柳川への援軍を送った。しかし、援軍が柳川へ到着したのは、会場から3日が過ぎた後だったという。会場後は解役されて、浪人となる。その器量を惜しんで、加藤清正や前田利長から家臣となるように、誘われるが、宗茂はこれを謝絶した。そこで清正は家臣にすることを諦め。 触覚として空したという。その後、清政の元を離れ、湯部井心、十字連テーラー月下が浮か心を引き連れ、老人のみで京都に登る。性質、千代は立花家海域後、日後国玉名郡原赤村の静岡村に移り住んでいたが、慶長7年7月頃から病を患い、10月17日に死去した。京年十四千代の死により、養父、 同説の血筋は途絶えた。千代が没してから、慶長八年江戸に下った、宗茂は、本田忠勝の世話で、湯部一神、十字連邸など従者らと共に、高田の宝生寺を宿舎として、秩序生活を送り始め、慶長九年、忠勝の推挙で、江戸城に召し出される。宗茂の実力をよく知っていた、将軍、徳川家康から、 幕府の御所院番頭として五千国を給されることになり、間もなく着難。徳川秀忠の乙義衆に列せられて、道のくたなぐらに一万国を与えられて、大名として復帰した。同地で加増され二万五千五百国の治業となり、慶長十五年にはさらに九千五百国の加増を受けて、最終的に三万五千国の領地公となり、この頃から総茂ると名乗っている。慶長十九年。 大阪冬の陣で、大御所、家康は、宗茂るが、豊臣方に組みするのを恐れて、その説得に懸命に当たったという、そして大阪夏の陣は二大将軍、徳川秀忠の帰化に出してその軍資三法を、金警護を担当し、王の春草の軍勢動向を、予言的中や秀忠軍の進退を指導した。また豊臣秀頼が出陣しないことも予言して、的中させた。戦いの末尾は、 毛利勝長の軍勢を駆逐している。元奈二年、幕府に反乱未遂事件があった、坂崎直盛に対して、野牛宗則は、宗茂の刑測りごとにより、この事件をよく処理した。元奈六年、幕府から、丘陵の地区を柳川十万九千二百国を与えられ、関ヶ原に西軍として参戦し一度開役されてから、丘陵に復帰を果たした、唯一の大名となった。 源那八年、日高みに転任。また、戦国武将としては、世代が若く、伊達政宗や加藤義明、庭長茂らと共に、徳川家光に、戦国の物語を語る、昭晩衆としての役目も果たした。なお、昭晩衆となった晩年は、秀忠、家光に近似して徴用されたようで、将軍家の能、狂言、茶会の席や初代名の屋敷が完成した、祭の披露会。 上落、大阪行き、日光社山など様々な行事に随伴している。徳川三では、立花飛騨宗茂る入道立祭は、猿古兵にて、武名一時に隠れなし、東大お話し集の第一にて古待遇な南ならずと、記述されている。家光の頃の様子について、立祭旧文記には、この、日本の初代名歴で来たりといえども、午前に手付金を被り、 電柱に鉄恵をつく人は、宗主ゲルの他は一人もないとのことである。今すでに、将軍の長宮、他に超えたりとあり、長宮も、去ることながら、江戸城中においても、特別扱いが許されていることが伺える。また、電柱に鉄恵をつく人とあり、屋敷内で特例を得てまでして杖を使わなくては、ならない。すなわち宗主ゲルの健康状態に何らかの困難があったとも推測される。 そのため、国元にはほとんど帰れず、特に家督を譲った後はその傾向が一層強くなり、江戸に屋敷を構えて定住して、本領の統治にはほとんど関与せず、幕府の中枢を知る人物として、地方の大名とのパイプ役を果たしている。官営十五年には前年勃発した島原の乱にも参陣し、総大将の松平信綱を補佐した。は、平の様子から、 黒田軍への野衆を予告し、それが的中したため、家臣たちは、総う主の観察眼の鋭さに舌を巻いたという、軍事進言や兵糧攻めの戦略面の指揮をとり、有馬城工場時には一番乗りを、果たして石日の勇士を見せ、諸大名に武神再来と誕生された。同年、家徳を養子の忠しげに譲って、知事、提発し、官営19年、 江戸柳原の判定で死去した、去年76、改名は、大英院弁松影、宗茂大古事。俗名の宗茂がそのまま入っているのは、宗茂の名が、あまりに有名でありすぎるため、カエるに変えられずそうなった、との逸話が伝わる。生涯を通じて実施に恵まれなかったため、子孫はいない。墓所は、福岡県柳川市の福岩おじと、窓か光山弘則 また、柳川城内にある三柱神社に、養父、立花道節と、妻、立花千代と共に祭人として祀られている。柳川をはじめ、地方の尊崇はもとより、武神軍神、推理、感覚、改殿、郷土繁栄の守護神として、近年では功績をもって、必勝、就職、再就職、復活の者として、遠方を問わず多くの方に崇計されています。 総茂げるを称えるにしきえ。江戸末期、歌川義虎筆。以上の逸話は、名称原稿録や、筑前博多史料部前覚え書き、立祭旧文記、柳川藩総書第三集、中野党、立花宗茂などによる。立花総翼、立花四天皇、立花五上主、その他ホロ武者十一期、内田剣持党族、立花三田優等次、立花兵庫女党民、 足立勝右衛門、安藤彦右衛門連次え清田又んじか、きよ五またべえまさしげ、たちばなごえもんちんち、ゆぶ大井助おいすけおもんみてえ、もりしたたくみき、ひろし、いしゅままた、安藤孫兵まごべえまさひ屋四十八鷹、や同説は車返しの戦いに、白鷹が軍旗の上に集まれて、戦旗を引導するの縁起で、 それ以来家中精鋭の家侍48人を一体に組み、年老、病死や戦死なので、メンバーは、不特定立花家32やり柱世襲生、小説東電機、ノンフィクション漫画楽曲、ありがとうございます。